はい。それでは、間取り診断を始めていきます。よろしくお願いいたします。で、まず、間取り全体の話をしていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、間取り全体としてはですね、あの、まあ、形としてはいい,いい、いいというか、特に問題はないかなと思うんですけど、一番の問題というか、その考え方としてどういうふうに考えていくかってところが、まあ、この多層化のところですね。ここのところ。うん がどううかというとといいころだと思いますで、あと、キッズスペースだったりとか、ファミリースペースだったりとか、副、まあ、寝室だったりとかっていうところの考え方かなというふうに思います。うん。えっ、ー、と、あと、この辺もそうですね、玄関のとこなんかも。 えそうですねこう,こういうふうな造作をしているとかっていうところがどうなのかなという部分ですねどうなのかなっていうのは要はあの今お子さんが4歳と0歳というところじゃないですかで一番下の娘さんは来年には1歳になるわけですよねというそこしか見てない感じがしないでもないですねそ,そこだけというかえっ、ー、と最初の56年まあせいで10年 ぐらいの楽しさというところをすごく見ている感じがします。はい。ですが、あのその後っていうのが非常に長いわけですよね。家っていうのが。その後は長くて、あのまあ今三十六歳ということなんですけど、あと五十年後も住み続けるということであれば。 その後40年っていうことを考えなければいけないんですね。なので、その時に果たして今のでいいのかっていうところが正直あります。はい。えっ、ー、と、特にまあ多層階のところの使い方ですね。ちょっと先ほど話したんですけど、あのこの収納庫っていうのは非常にアイデアとしては非常にいいと思うんですよ。普通の天井の高さであれば。普通の天井の高さであれば非常に使いやすいと思うんですけど、1400ってことになってるので、 その使いいいいやすすさが半減してるんじゃないかなかという,ふうに思います、はい、何をするにもかがかなければいけないっていうところが果たしてこれを1,400にするべきなのかとでしかもこの副審室っていうのはせいぜい10年ぐらいしか使わないとやったとしてもねっていうのなのにこれがあることによって これを、ね、実現したいとで多分もしかしたらスキップフラワーが好きということでスキップフラワーしたいっていうことでやってるんであればいいんですけど、まあ、それによって使いやすさというのは非常になんかどう,どうなのかなというところですかねだから最初の10年は楽しいかもしれないけどその後は、まあ、まあねな,なんとなくこうやっていくことはできるだろうし、えっと、できるんだろうけど、まあ、その本当はすごく使いやすくなるはずなのにこれが多分1400っていうところの縛りで どううななのかかとというところですかねでファミリークロックとかもまあそうかな本当はフラットで行けた方が多分使いやすさはいいし収納とかもしやすいはずだけれどもそれが下がっているということでどうなのというところもありますよね。えっと、まあその要は LDK とそのままフラットで行けるというような部屋があるってことと段差があって下がって入れる部屋があるってこと。 で考えた場合には全く意味合いが違ってくるんですよね。これそのままフラットで行けるということになってくると、2階だけで生活が完結するということになってきます。えっと段差なしでね、段差なしで完結するということになってくるので、将来的に例えば1階に行くのが億劫だとか、外に出るのが大変だとか、えっと寝たきりだというようになった場合でも、ここをそのまま部屋にすることができると。 いうことになりますよねここであれば、そこからまあお風呂に入ったりだとか、えー、トイレ行ったりとかってことができるけれども、まあ、この下がったところを部屋にすることはちょっとできないですよね。いちいち段差があるということになってくるので、だから全然意味合いが違うんですけど、それがまあ下がっちゃったところにあるってところによって、それがちょっとできないということになるわけですね。だからそういうことを考えると、果たしてどうなのかなってところなんですが、ただまあそこまでひっくるめてね、まあ、この間取りがいいということであれば、全然いいと思うんですけど、 今言ったのはネガティブな面ですよね、ネガティブな面としてはそういうところがあると。だ将来的な考えであれば、まあ、ここっていうのは、まあ、私客観的に見るとね、まあ、そんな大したものではないかなと思うので、えっと、別にそこまで優先するべきものでもないのかなと思うんです、ここのところっていうのは。うんえっと、普通にロフトにしてあげればいいのかな。 まあ,これあること自体はいいと思うんですけど普通にロフトにしてあげればいいのかなというふうには思うんですねそれよりもこのファミリークローグだとかえと収納庫の方がもう十分ずっとねえ重要だというふうには思うんですけれどもいやいやそう,そうではなくてここのところがあるのがすごく楽しいしやりたいと。 いうことであればそれはそれでいいと思うんですけど、まあ、将来的なところもちょっと考えなきゃいけないかなというところですかねあと1階と2階にホームエレベーターを作る,作るという話があったんですけどこれも多層階を全部壊さなきゃいけないのでそれはちょっと現実的ではないかなというふうには思いました。 要はこの区画全部壊すすってことですよね全部壊さないとフラットにはならないってことになってくるし、まあ、そもそもここから入れないって話になってくるのでそれをやるっていうのが多分1000万とかそういう単位でかかってしまう話になると思うんですね、うん、で構造的にも多分ここのところの水平っていうのを全部吹き抜け扱いに多分すると思うんですよ構造的にここをぶっ壊すってことになって くるわけだからそれが果たしてそこまで計算してる計算してけるかですねだから計算するとなるともうここのところは全部ないものとして吹き抜けとして計算してもらうって話になると思うんですけどうーんでやっててそれをぶっ壊してまた新たにこう作るっていうのがうんまあまあ相当かかお金がかかるかなっていうところがあるのでそれが本当に でできるのののかかとといいううこころすすね、はい、だからそこも現実的なのかなっていうのがありますえフラットであればいいんですよ。要は、このとファミリークローフとここがフラットで、ここのとこは、まあ、ここはまだいいけど、天井高がちゃんとした天井高があって、ファミリークローフとここがフラットなのであれば、ここにエレベーターつけるってこと自体はそんなに難しい話ではないから、たまあ、例えば、 えっと、ホームエレベーター、1畳分あれば全然できるので、この1畳分のとこだけ構造計算から外しておいてもらって、吹き抜け扱いにするとで、ここのところにホームエレベーターを設置するということであれば、そんな大した、まあ、それでも500万とかぐらいはかかるかもしれないけれども、えっと、それを全部壊すって話になってくると、1000万単位でかかるんじゃないかなと思うんですよね。ここと、ここと、あと、と、 そここを壊すのの話になってくるので、はい、ですから、そこもどう,どうなんのとそいうになってくるんです、はい、なのでちょっとあのすごくいろんなことを考えられて、えっと、できたプランだというのは分かるしいろんなアイデア集まってると思うんですけどちょっと現実的な話を、まあ、私の立場的には、ね、現実的な話をしていかなければいけないので、まあ、それを聞いた上でちょっとどうするかというところに、ね、判断していっていただければなというふうに思います。 で改善提案の方では、えっと、その辺もね踏まえた上での、まあ、今の案を、えー、今の案っていうのを生かした案を作ってるし、あとはちょっともうちょっと現実路線の案っていうのを作ってるので、ちょっとその辺は奥様とご主人に、ね、話していただいて、最終的に決めていただければなというふうに思います。はい、というわけで、間取り診断をしていきます。 はい。では、えー、間取り診断していきたいと思うんですけれども、えー、私の間取り診断はですね、どこかに出かけて行って帰ってきたということで話していきます。で、お休みの日に、えー、家族4人でお出かけをしてきて、で、買い物をして帰ってきたということで話していきたいと思います。で、えっと、まあ、注射1台、まあ、このパースを見ると、ここの前に注射されているんですけれども、 実際問題、ちょっとどういう車に乗るか分からないんですけど、ここの前はちょっと止められないと思うんですね。えっと、た、まあ、多分出っ張るかな、エルグランドとかそういうちょっと大きめの車だと5メーターあるので、5メーターの車だと入らないんですよね。で私の家、軽なんですけど、軽 <laughs> 自動車であれば、まあ問題ないと思うんですが、ちょっと大きめの車に乗るってことであれば、ちょっとここは無理だろうということになります。なので、おそらくここだろうと。 だから、ちょっとこのパーツで言うと、ちょっとさっきごめんなさい、気づいてなかったんですけど、まあ、これはちょっと無理かなと思いますね <laughs>。ここにやるというのが、どこになって、これ、小結構、この、ここに被ってますもんね、ここ。だから、おそらくこの辺に止めるということになってくるのかな、うん、とは思うんですけれども、はい。ここでやるしかない。で、あの、やるとしたら、こういうふうに、ちょっとまあ、ここのデザインがちょっとね、 えこうなってますが、こっちから入るというよりは、こっから入るかって形にしてあげないと難しいかなと。で、なんか、この辺にね、あってみたいな感じになってくるんじゃないかなというふうに思います。で、こっちをちょっと広く取ってあげるっていうのが、まあちょっと現実的なところかなと。まあ、ちょっと車とかね、そんなに大きい車乗りませんよと。えー、まあ軽自動車なんですよとか、あと、まあちょっと小さいコンパクトカー。 K までいかないけどコンパクトカーなんですよってことであればまあここでもいいのかもしれないけどちょっと車の大きさを書いてもらった方がいいですねえと大きさ指定してはいこれが大体 L グランドぐらいまあちょっと,かえっと,えっと形状は違うんですけど5メーターぐらいの感じで書いたのがこれということになって ただ大体なんで、しっかり寸法合わせて書いてもらった方がいいかなというふうふに思います。お、は、そ、い、らくここに止めるだろうと思うので、まあ、ここに止める感じですね、えーっと。こう来て、こう止めるということになります。で前面道路が 6m あるので、まあ、車路としては十分ですね。だからまあここは 5m あればまあいいとは思,う思いますね。はい で、こう止めて、で、こっから降りる、こっから降りる。うん。とてもいいんじゃないかなと思います。えー、この助手席、助手席なけ運転席からこう降りてくるし、こっからも降りてくると。はい。いう形で、え、うん。いいと思いますね。はい。で、こう降りて入ってくるということになります。 で、えー、ここで、1段、2段上がって、こう入ってくると。こうですね。こう入ってくるってことで、まあ、これはいいですね。で、えっと、まあ、いいのか、1段、2段で。はい。ここが大体、あ二百286なんですね。段差が。プラマイゼロだとしたら。はい。 この計算で追っていくと、ここが606で30センチ下がってるので306で、で、ここは多分、ドアのところで2センチ、3センチは下がると思うんですね。だから、まあ一応286ってことになってくると、大体これが14センチぐらい。はい。ぐらいです。ですから、まあ階段としてはちょうどいいのかなというふうに思います。はい。で、こう登っていくんですが、えっと、まあ、こ、ちょっとなんかき気になるところがあったんですけど、えー えっと、台車に乗っていくとかっていうのがありましたよね。えー、お子さんを入れて台車,を入れ台車に乗っていくみたいなところがどっかに書いてくださってたと思うんですけど、おそらくそれは難しいと思います。これですね、土間でベビーカーや台車などが置けるスペースを確保して、台車に子供や遊び道具を入れてそのまま玄関から行き来したいっていうのは、 子供いや、それちょっとあれですかね、えっ、ー、と、まあ、ここ降りてからですよね、台車、ここに乗ってからっていうのは、まあ、無理なので、これ、15センチの段差がありますから、15センチ、15センチの段差があるので、まあ、普通の玄関の段差とほぼ同じぐらいですから、まあ、さすがにちょっと、まあ、できなくはないけど、ちょっと危ないかなと思いますね。まあだ、台車はここまで持ってきてあげて、持ってきてあげて、で、ここに乗るという風な感じ。 まあ、保育園とかでよくあるような感じなのかまあ、ここに娘さんとか乗っけてあげて、こう引いていくみたいな感じですかね。引いていくのか押していくのかわかんないですけど、っていうのは、まあ、これをここまで持ってきて、ここで乗ってもらってっていう感じはいいと思うんですけど、まあ、その、この文章をそのままでいくと、台車に入れて、そのまま玄関から行き来したいって書いてあったので、このまま入っていくのはちょっと厳しいよって話ですね。で、やるんだったらもう、ここのところ、えっと、スロープ、 で、上がっていくしかないかなと思います。スロープで。上がっていくしかないかな。うん。ですね。まあ、それやってあげれば、これで4メ,4メーターぐらいかな。4メーターぐらいなんで、まあ、できなくはないかな。はい。はい、できなくはないですね。これ13分の1ぐらいのスロープでいけるんで、 これ4メーターだとするとね、13分の1のスロープで、こ、ここの286まで行けるということになるので、えっと、やろうと思えばできるということにもなってきます。えっと、例えば、ま、こっからこうで、こうとかっていう感じのスロープで上がっていくよと。すると、ま、そのまま行けるって話ですね。で、これをなくして。はい。うん、まあ、できなくはない。 という感じですね、はいまあ、ただ、こことここで段差ができてくるので、そこがどうかっていうところですかね、ここで出てくるじゃないですか。で、ここで出てくるということになるので、車を止めて入るって時に、ここで段差ができる。しかもこ、ここで上がっていく感じなので、まあ、こっちも全体的に上げるっていうのもあることもできるので、まあ、そうしてあげてもいいかもしれないですね。 うん、ただまあど、どっかでこう見切らなきゃいけないって話になってくるので、まあ、そこがどう,どういうふうに考えるかですね、全体的に上げていくっていうのも、まあ、できなくはないかな。うん。はい。というような感じですかね。で基礎断熱になって、まあ、ちょっとそ,そこまでごめんなさい、やるかどうか全然分かんない話なんで、ちょっとこの話はあんまり深掘りしてもしょうがないかもしれないですけど、でこういうふうに断熱材が入ってて、で、まあ、こう上がってくる。 上がってくるみたいな感じになるわけですねでここで多分円を切るような形でやってあげてでここが多分ここの高さが 45cm だったと思うんですけどでこれで 20cm ここねえっと286だからえっと 20cm 弱ぐらいあるのであまあただどうなんだろうな ちょっとそれがいいのかってところありますけどね。まあ、もしかしたらグレーチングが欲しい、まあ、溝が欲しいみたいな話にはなるかもしれないですね、ここのところ。うん、あんまり上がってしまうのもどうかってところはあるかな。うん、ちょっとその辺が分かんないですが、わかんないっていうかどど、どこまでしたいかが分かんないですけど、ちょっと範囲を広くしちゃうと、ちょっといろいろ問題が出てくるかなって感じなので、まあ、ここだけであればいいんじゃないかなという感じです。 ただまあ、私が言ってるんじゃなくて、いやいや、ここまで持ってきて、ここから乗るんですよって話であれば全然 OK だと思います。はい。で、ここから上がってきて、こうですね。で、ドアを開くというふうになると、何が見えるかというと、この造作のね、R の造作だとか、ここですね。ここのところには靴が置かれていると。ですね。 まあそれが丸見えになっちゃうのどうなのということだったと思います。はい。とか、まあこれがまあ見えたりとか、あとこの辺が見えたりということになってきます。はい。では、えー、じゃあ実際どういうふうに見えるかというのを見ていきたいと思います。で、CG パースを作ったんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、いろいろ間違っているところがあって。 で、私がちょっと作ったんじゃなくて、別の方に作ってもらったというところもあり、ちょっと若干違っているところは、えー、と、解説しながら、若干というか結構違ってますね。いろいろ違ってるんですけど、えー、解説とか修正しながら見ていきたいと思います。はい。えー、ドアが見えますね。はい。ドアが見えますね。正面のところにドアが見えてきて、で、ここにローユニットってあって、これはどういうものかわかんないんですけど、まあ、ちょっと低いだろうと。 窓下に入るような収納だろうということがわかりますね。ただ、ここのところが、まあ、これもごめんなさい、間違ってたんですけど、えっと、ここがこう L 型になってて、で、ここのところがちょっと R になってて、で、これが15センチ、で、これが30センチということになっているということになりますね。はい。で、その奥の方が、まあ、引き戸が見えて、ここにニッチが見えると。ニッチの位置は、えー ここでまあまあいいのかな。はい。はい、これはだいたい合ってるかなというふうに思います。で、この R なんですけど、これがちょっと、これはね、あのちょっと CAD の、CAD というか、このソフトの問題で、えー、ちょっとこんなふうになっちゃっててかっこ悪いんですけど、実際はこういうふうになるだろうということになりますね。おそらく。まあ、こんな R ではなくて、こうだろうということになります。で、これ実際ちょっと私、 がコンサルした方で、これと同じようなものにやっているので、見ていただくと、まあ、見たことあるかもしれないんですが、えっと、この方も偶然ではあるんですけれども、土屋ホームさんですね。土屋ホームさんです。こちらの方も。はい、北海道の方なんですけれども、このような形になってます。でまさに同じですね。正面のところに、こういうふうになって、ある ですね、この方は、確か私が R を提案したのかな。正面になるのでどうしましょうかって話になった時きに、まあ、ちょっと R にしてみたらどうですか。まあ、R と四角、四角っていうかフラットのやつも提案したんですけど、まあ、R がいいってことだったので、R になったんですけど、でこうなってるとで。このところ正面、ここちょっと見えませんが、靴が置いてある、えーっとえー、っとぼかしというかモザイクにしてますけど、まあ、靴になっているよって感じで、でここのところにも、えー、っと、 ほうとかけとかそういうのがまあ見えてるよっていう感じですね。でまさにこんなふうに見えるよってことになります。なので、まあ見えるっちゃ見えるということになってくるのかな。うん。で、これどうすればいいかっていうのは、あのー、ですね、どうすればいいかってことなんですけれども、一番いいのは、 もうこ,のこの段差をやめちゃうっていうところかな。うん。まあそれが一番、まあこれだけを考える、これ出っ張ってるのは嫌だってことだけを考えるのであれば、まあここのところ段差をやめてしまうのが一番確実というか、それで問題は解決するかなとは思います。はい。で、この三十センチ、この30センチというのも、この段差って、 なぜこの30センチにしたのかっていうのがあるんですけど、た、まあ、多分こっちとの絡みなんでしょうね、ここのところを起点として多層階になっているので、あんまり上げてしまうと、天井高も取りにくいとかっていうこともあり、やっているんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、あとはこっからのルート、えーと、要はここを下げたいっていうのもあるのかもしれないですね。ちょっととその辺の辺ころが あのどうしてっていうのをごめんなさい、ちょっと聞いてなかったものなんですけど、まあ、ただ、今の段階だと普通に階段にはなっているので、階段にはなっているので、例えばこれが今、1段、2段になってるんだけど、これが3段になること自体はそんなには問題ないのかなっていうふうに思ったりもします。そういうふうにこう、えー、と例えば今、300だけど、200になれば別に階段とほとんど同じだから、この段を作る必要性っていうのはほぼなくなってくるとは思うんですね。 えなので、そうなってくると、全,全然ここになったとしてもいいんじゃないかなというふうには思います。はい。えー、っと、これですね、これ。まあ、この色塗ったところが、まあ、要は一段もう一段増えるということになってきて、で、これは386にな10センチ上がるんですね。で、ここがマイナス300だったところが200になってくると。で、20センチであれば、まあ、この階段とほぼ同じなので、別にそれは段差としては普通だから、こういうふうに段、 2段とかにはする必要なないよっってて話になってくると、するとここのところは2段別に必要ないからここに下がることができるので、そうしてあげると、ここを下げてあげて隠すってことができるよってことになってきます。はいまあ、それが一つのやり方かなというふうに思います。あとはその引き戸ですかね。引き戸にするっていうのが、今のやりたいことっていうのが、ここのところを300にしたいっていうのがやりたいことなのであれば、 で、ここのところも隠したいってことであれば、あとはもう引き戸にするしかないのかなと。引き込み戸ですね。引き込み戸にしてあげる。この,この壁のところはちょっとふかしてあげて、まあ、ニッチがあってみたいな形になってあげて、でここに引き込み戸をつける。 引き込み度なる、まあ、ちょっとここ下がっていくんですけどこういうふうになってみたいな感じですねはい、えー、引き込み度にするというのも一つアイディアとしてはあるというかまあそういうふうにするぐらいしかないかなその2つかなというふうに思います、うん あとは、この玄関をまあもうちょっとこっちに寄せるかですね、正面入ったときに、この正面なので、正面なので、玄関をまあ寄せるっていうのがありますけど、ただ、この玄関のデザインで考えたときに、真ん中っていうのはやっぱり真ん中だろうとは思うんですよね。はいえー、このようなデザインなのであれば、やはりシンメトリーっていうのを意識するようなデザイン。まあ、これ、この家自体がシンメトリーではないけど、こう,こういうところはシンメトリーだったりするから、まあえー シンデレラ城ラみたいなって話であったんですけどクラシックなデザインであればその辺はちょっと意識した方がいいと思うのでやっぱ正面になってくるのかなと思うとちょっとまああんまり変えられないんだろうなと、うん、まあこれドアをこっちにずらすっていうのがありますけどまあどっちと見えることは見えるんでね、うん、という感じですです、はい、ですからまあ見えるということをえー回避したいのであればもう方法は2つしかなくてこう下げるですね 下げるで、あとこ床を上げるっていうふうにするか、あるいは引き戸をつけるかっていう、どっちかかなというふうに思います。はい。でですね、あとそれがそんな感じですね。はい。で、えー、っと、で、まあ、この入ってきたときに、こう入ってきて、こう内玄関で入るってことですよね。 で、靴が見えるっていうのもそうなんですけれども、まあ、その中、ここのところに可動棚があるような感じに見えるんですけど、これは可動棚ですよね、ここ。で、ここ、コート掛けということになってくるとは思うんですね。可動棚があって、コート掛けというふうになってくると、じゃあ、ここの幅っていくつ残ってるのって話なんですね。で、1365の幅になしかないから、ここのところは、えっと、 まあ、せいで80センチぐらいしかないですよ、ということにはなるのかなと思います。はい。はい。で、今の家がですね、これなんですけど、まあ、ここに玄関が、玄関の収納みたいなのが置いてあるから、まあ、現状でもかなり狭いところを通ってると思うので、まあ、それに比べれば広いのかもしれないですね。だけど、 こえー、っと、それと同じというかまあ、もともとの幅が多分80センチ以上はあると思うんですけど、まあ、これがなくなった状態だと、ここですよね。これ。はい。これ80センチぐらいか、あるいはもっとと広いんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、それと同じところを通るんですよと。 いうことにはなりますここ,とこ,ろここに収納が来て、オート掛けが来るのであればという感じですかね。はい。うん、という感じになるので、まあ、結構狭いですよという話です。うん、すごく、まあ、すごくというか、まあ、アパートと同じかなと。 字だけれどもいいですかというところですかね。はい。で、まあね新しい家になったにもかかわらず、えー、そうそういうところを通らなきゃいけないというところがどうなのかなというところです。まあこれは毎回思うところではあるんですが、はい、えー、という感じです。はい。だからそれで良ければいいと思うんですけど、まあそれがねちょっと面倒くさいとかねまあ、狭いって話になってきたりとか、あと靴とかも今は どうなんだそんなに置かれてないんですかねまあ結構しちゃんとしまってる感じではあるので、まあ、毎回毎回しまってくれるしまってくれるっていうかしまうんだったらいいとは思うんですけどここのね靴っていうのははい、えー、しまわないで靴が置かれているということになってくるとまあ結構大変あ,あそっか ごめんなさい、そもそもの話ですよね、これ。そもそもとして、ごめんなさい、ちょっとあの論点を間違えてましたね。そもそもとして、こんな風に靴があったら、台車とか引いていけなくないですか、ここんところ。そっちの方が重要でしたね。ごめんなさい、ちょっと質問をそのまま回答してたんですけど、だから、まあ、これしかないですね、選択肢としては。下げるしかないですね。 うんえー、じゃないとここに靴が置かれているわけですからで靴のサイズって3 0センチになってきますよねなのでここって、まあ、8 0センチぐらいしかないわけですよねで3 0センチだから5 0センチということになってくるのでその狭いところをこう通っていくって話になってくると。 いうことになりますなので、それはさすがにちょっとどうなんってことだと思いますね。なので、ちょっとこの 50cm 50とか 80cm っていうのはちょっと分かりにくかったら、今の、えっと、家で見てみると分かると思うんですけど、まあ、ここでこういう風に移動するってことを考えて、ここに靴を置いてみてください。で、ここはちょっと分かんないけど、ここが 50cm ですっていうのを測ってみて、 ここのところを台車を通って移動できるかってところをシミュレーションしてみると分かると思います。それは結構、まあ人は通れないことはないと思うけど、きれいにそ揃えてたらまだいいと思うんですけど、あっちゃこっちゃいってるような状態だと、えー、ちょっとどうなんのかなということになりますそ。そっちの方が問題ですね。見えるとかっていうよりは。だからそう考えると、やっぱりこれ、ごめんなさい、これはこの選択肢ゃないですね。これはな,ないから、こっちしかないよねってことになってくると。 いいうことになりますねはい、ですからまあこれ下げるってことしかないくてで下げる時に3 0ンチの段差を上がるということ自体は、まあ、結構大変にはなると思います。まあ、昔の家は結構そんな感じでしたけど、えー、今は3 0ンチの段差っていうのはあんまりないんじゃないかな。うん だから私は下げた方がいいんじゃないかなとは思います。一段に上がるってことよりはね。でなってくると、やっぱりこれは30じゃなくて20センチにするということにならざるを得ないのかなというふうに思います。はい。という、はい、ことですかね。はい。ってなってくると。うん まあ、あるいはこれをなくすかですね。これをなくせばまあいいかな。このローユニットっていうのをなくしてあげて、こっから入っていくっていうのは一つあり、選択肢としてはあるかもしれないですね。まあ、それはありかもしれないですね。これをなくす。まあ、なんか入れるもの決まってないって話だったので、で、こっから入るということで、ここが壁ということなのであれば、えっと、別のルートが こういうルートができるから、まあこの辺ちょっと収納なくなりますけれども、ただまあまあまあ収納結構ありますので、まあここはなくなるけれども、ちょっとここが増えるから、まあ全部が潰れるわけではないですよね。なのでそうやってあげて、ここから入ってくるってことであれば、どうしてもこの30センチの段差を作りたいってことであれば、そういう手もあります。はい。 ですけれども、この動線が非常に重要ですね。はい、動線が重要なので、それを確保してあげるということを考えた場合には、現状はちょっとありえないということになってきますね。はい、ということになりますで。ここはそんな感じですね。ちょっと狭いそもそも狭いというのは大丈夫かというところをちょっと検討してみてください。 でっとですね、あと、靴の量に関しては、靴ですね、今3、えーっと、5足5足5足で15足なんですけど、まあ、娘さんが靴履くようになったとしても、ね、一番下の娘さんが靴履くようになったとしても、20足、でまあ、せいで30足ぐらいですよね、増えたとしても。ってなってくると、大して収納としてはいらないかなと思うんですが、まあ、ここのところが、あのちょっとど,どこに靴を置くかなんですけどね。 まあ、ここは置かなく、置いちゃうとやっぱ狭いと思うので、まあ、ちょっとどう、どうなのここにね、収納を置くっていうのはどうなのかなっていうのはあったんですけど、えっと、まあ、ここに置くとしても、まあ、ここに置くことは、まあ、ここでも大丈夫だと思います。ここのところが、ただこれ何センチなんだえっと、45センチぐらいしか取れてないのかなえっと、っていうと、 450の棚だとすると、で、ですると、まあ、これが、ちょっと適当であれなんですけど、まあ、10段ぐらいあるとすると、えっと、1段がまあ、1段2足ですね。2足。あ、ちょっとこれ、展開図で見た方がいいですね。はい。えっとですね、これが80センチの幅なんですけど、今のところは半分なので、こういう感じ。 はい。で、2足ならなんですね。はい。1足が、まあ、20センチから22センチなので、大体2足くらいだろうということになります。で、10段くらいはいけるはずなので、すると、一番下も合わせて11段。まあ、10段というか、まあ、えっと、えっと、えっと、10枚稼働棚が入れてあげれば、あの、1 0下も合わせると11段なんで、11かける22で、22足入るよということになってきます。はい。ですから、まあまあ、これが、 あれば、ね、十分ということにはなってくるんですけど、まあ、ちょっと狭いかなということになりますね。だから、これはまあ捨ててしまって、スペースとして、まあうん、私はあのー、あまりに狭いっていうのはちょっとどうなのかなと思うので、ここはなくしてしまって、こっちだけにしてあげる。まあ、ちょっとここだと対面で、まあ、なんかサンダル履いてこうやらなきゃいけなかったりとか、靴、えっと、交換するのもあれなんですけど、まあ、ただ、すぐ正面なんで。 そんなに大変な、大変じゃなかろうというふうに考えると、まあ、ここが1メーター20センチなんですね。1メーター20センチになってくると、まあ、こ、この、こっちの,のこ、残りですね、残り。残りで、で、これも、まあ10、10、段ということで、まあ、えっと、11かける形になるんですけど、で、ここからここで、えっと、6足。 入るよってことこになりますなので 6×11 で66足ってことですからまあまあ十分入るので靴だけではなくてバドミントンとかそういうのも置けるかなということになってきますねなのでえっと今の間取りで行くのであこれじゃないですね今の間取りで行くのであればここをなくしてここを活かすっていうのがまあいいのかなとでこれはセットバックしてあげてまあこういうふうに広い どっちにしてでも下がるとなると、まあ、ここなくなっちゃうんですね。下がるとなるとね。でコートかけてるだけがあると。で靴に関してはここで変えるというふうになってくるんじゃないかなと思います。はい。という感じです。うんえー、ここは以上ですね。塩の調理は十分あるので、まあ、ここで問題ないかなとは思います。はい。 で、あと、ここですね。ここがね、うーんと、相当でも狭いですよね、これって。うんど,うどうなのかなという感じがいたします。えっと、まあ、ここが多分この幅としては60センチぐらいなんですよね。60センチもあるのかな。60センチぐらいじゃないかなと思います。はい。 ここ 60cm で1050で 80cm なんですけど、まあ、なんかここからこう行くにしてはすごい狭いんですよね。こう,こういう風うに登っていくには。で、まあ、こう登ってこうとかっていう感じもあるんですけど、うん、どうなんだろうという感じです。正直こう、かっこいいとは言い難いかな。うん。なんでこんな風になってるかがちょっとよくわかんない感じであります。 まあまあこ,うこんな感じなんで、すよね、うん、なんでその、うん、私はやめたほうがいいかなと思いますね。正直なところ、どういう、まあえっと、ここ座れる、15センチで座れるとかっていうのはあるんでしょうけど、そもそもここってメイン,の、まあ、メインであって、子どもが座るところではないわけですよね。 今、はいまあ、こっちも通るってことを考えてるんでしょうけどそれってどれだけの期間必要なのっていうことを考えた方がいいと思います、はいえーうん、1 5センチのところに座るのってどれぐらいの期間なのってことですね5年持ちますかね5年必要かなというふうに思うんですよ、うん、だからちょっとそのずれてるというかそのす,ごくすごく今だけしか見てない感じがする こういうのをするっていうのは。うん、で、R にするっていうこと自体はいいと思うので、この家の感じには合ってると思うから、それはとてもいいと思うんですけど、かここのところでも全体的に R にしてあげるっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですけど、こう,こういう感じとかね、してあげると非常にきれいな感じに見えるかなっていうふうに思うんですが、ちょっとこの複雑にしていくこと自体は、うーん、どうなんだろうっていうふうには思い、 まあ正直かっこよくないということ、まあはっきり言うとかっこよくないってことになるし、使いやすくもないってことになるし、お客様が使うってことを考えたときに、果たしてこれがお客様に対していいのかっていうと、まあ良くはないですよね。なんかいいことがあまりないんじゃないかなというところが正直なところです。はい。 なので、私はこれはもう絶対やめた方がいい。この形っていうのはやめた方がいいと思うし、どうしてもその段差にしたいんだれば、R で段差にするとかっていう方が、こうなってこういう風な段差ですね。ここで1段、2段の方がいいと思うんですけど、ただ今の話とかをしていく中で、ここ20センチにするような、 まあ選択しかないよねって話を、まあ、このままでいくんであればね、こう下げるとなってくると、ここで段差ができないから、だったら30センチは厳しいよねって話して、じゃあ20センチ上げるしかないよねって話になってくると、ここのところの段差も必要なくなってくるので、じゃあ、あこの R だけでいいんじゃないかなというふうに思います、はい、ごめんなさい、<laughs> ちょっと言いろいろい放題言ってるんですけど、まあ多分でも、ね、できてからだともうどうしようもなくなっちゃうので。 はい、本当は多分設計士が言わなければいけない話だと思うんですけど、ちょっとこれはどうかなというふうに思います。はい、で、ここから入っていくという感じですね。で、ここの幅っていうのが、1メーター20センチ、200なんですけど、これ、どんだけの幅かっていうと、本当に普通の家の玄関の幅と同じなんですよ。えっと、大体普通の家の玄関っていうのが1.8セ 1820 18の高幅のとこで、でそこで、まあえっとこ、こうあって、下駄箱があって、この間に余ってくるのが1メーター20センチって感じなので、決して広いわけではないということをちょっと認識してもらった方がいいかなと思います。ここは広いですよ。ここは広いんだけれども、ここは広くはないよってことです。はい なので、玄関が町としても、まあ、これ R にしてあげると結構玄関が町が広い感じになってくるので、まあ、2人とか3人ぐらい同時にこう登れるって感じなので、とてもリッチな感じには見えると思うんですけど、まあ、現状はこうなので、まあ、ちょっとね、お客さん来た時に登りにくいかなっていうのもあるし、この幅としても、まあ、この家のボリュームというか、えっと、うん、すごく、なんだろう、 外,外観とかはすごく高級感があっていいと思うんですね、シンデレラジオっていうようなイメージもとてもいいとは思うんですけれども、それに比べると、ここの幅っていうのは非常に狭いかな、非常に狭いというか、広くはないかなという感じがするというふうに思います、ここのところが、はい。なんで、まあ、ただ、まあね、とは言ってもちょっと広げるとなると、いろいろ変えなきゃいけないので。 えとやるとしたら、ここのところをこういうふうにね大きく取ってあげるというのがまあ一番いいんじゃないかなというふうに思います。それはやってあげた方がいいという感じですかね。いという感じで、こういうふうにえと家族動線としてはこう来てこうまあこ,こで手を,手を洗ってでそれから上に上がっていくということになります。 でこのコーヒーカップの手洗いっていうのは私もやったことがあってこんなんですかねこれもだいぶ前ですね8年ぐらい前かなやったのですけれどもまたこれかなと思ったんですがはいまあこういうものを置くということで、はい、まあまあ面白いですね、はい、まあ多分デザインとしては結構水性が大きくなるのかなと思うんですけどこのような感じになってくるのかなというふうに思います はい、で、えーとまあ、こういうふうに、ここで手洗ってから上に上るって感じですね。あと、そのコストコとかで何か買ってきた場合に、こう持ってくるっていう話があって、まあ、それもね、まあこうこう靴あるとちょっとあれなんですけど、まあ、靴どかしたとして、こう持って帰ってきて、でここで1400なので、かがみますよね、ここでかがんで、えー、こうも押すという感じですね。か,かがんだ状態で台車で押してくるっていう感じになってくるということになります。それれでこここにに入れるといいうことになってきますねはい でえーとまあ、こういうところに収納を何々かどう,どうなんだろうちょっと分からないですけど、まあ、ストック品とかを置いとくと、まあ、ウォーターサーバーウォーターサーバーとかを使うのであれば水とか、えーとまあ、ビールとかそういう重いものを置くということになると思いますで私の家もあの2階リビングなので、えー、と置いてる、まあ、こんなに大きな収納庫はないんですけれども、えー、これに これに値するもの、値するものというか、本当ささやかな収納しかないんですが、動、えー、いてます。で、ちょっとその話をしますね。はい、私の家がこれなんですけど、えっと、CAD 図面でちょっとあれなんですが、で、まあ、玄関、ここから入ってきますね。玄関、ここから入ってくるとなってきて、ここ、玄関、よ割と玄関赤まちがあって、で、ここから入ってくる感じですねで。すぐこここのところに、 えっとまあささやかなんですけれども収納があると、実際これもうちょっと広いんですよ、この図面だとおかしいんですけどここまでえっと広く使えるようになってて、ここのところにえーっとビールとか、私の分のビールと、あと水が入ってる、宅配サービスを使ってるので、宅配サービスの空き箱がここに入るって感じです。 この中、まあ、これ1200ぐらいなんですけれども、まあ、1200もないか、1100ぐらいなんですけど、その中にそれだけ入るって感じですね。えー、ビ,ービールと水と宅配のやつ、あと新聞、も、ま、古、あ、新聞も入ってます。古、はい、新聞って感じで、割と入るんですよ、はい。で、ここの中に入れといて、でそのビールとかも、いっぺんにそのビールの箱とか持っていくの結構大変なので、あのビール欲しいときにここから持っていくって感じにしてます。 はい、ですから、まあ、上に行くとき、ついでですね、上に行くとき、ついでに、ね、ここから持ってきて、こう上に上がるっていう風にしているということになってきます。なので、ビールの箱を全部持っていこうと思うと、まあ、えらい大変な話になってくるんですね。ですけれども、まあ、そうでなければ、まあ、別にここから、えっと、ついでで持っていく分にはそんなに大変じゃないよねと、まあ、3本とか4本とかを持って上がるという風にしているということになりますね。はい でなんで、まあまあ、そんなに問題ないかなって感じです。で、あと、お米とかに関しても、えー、お米、えっと、うちは5キロでしか買わないので、5キロのものを持って上がるんですけど、えっとまあ、それもここに置いとくときはあるかな、ストックがあるときはここに置いとくし、足りなくなったらここから上に持っていくって感じなんですよ。だから、まあ、ここのところにあるっていうことで、まあ、最初はね、そこまでそういうふうに想定はしてなかったんですけれども、 ここにそういうストックを置くっていう想定はなかったんですが、まあ、えっと、玄関のところの収納として考えてたと。で、ここのところは銅線になってくるところだから、まあ結構収納としては活躍するだろうというところで入れてるんですけれども、今すごいここのところが使えてるっていう感じになってきます。で、うちの場合はですね、階段が13段なんですよ。13段なんですね。で、1階の階段が非常に低いんですね。 低いというのがあって、これは構造的な問題もある、も木造ではないのでというのもあるんですけど、非常に低いんですよ。で、13段で、毛上げとかも19センチぐらいなんですよ。だから、割とゆったりでありつつも、13段で降りることができるって感じになってるんですね。なので、ここので、ででなあのあえっと、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 あのえっとのえっと えっと、登ったり下りたりするところですね。登ったり下りたりするっていうところが、そんなに大変じゃないっていところがあります。はい。だからちょっちちょろっと下りるみたいな感じになってるもので、なんかそんなに上がった感じはしないっていうところがあるかなっていうところですかね。こう。うん。なのでちょっと、行く、下に行くっていう時も、まあそんなに苦ではないかなという感じです。だ段差としてはここしかないんですよね。うちの場合は。 なんで、まあ、それは結構、えー、っと割と大事なところかなというふうに思います。要は普通に降りてきて、ここで取って、登っていけるっていう感じなんですよね。で、これに当たるところ、まあ、大きさ全然違いますけど、これに当たるところが、今の計画だと、この収納庫になってくるということになるわけですね。はい。で、それがですね、ここがまあ階段としては、 えー、6段かな16段下がるということになってきて,きてで、さらにぐるっと回って、ここで1、2、3、4段下がって、まあ、この4段っていうのはよくわかんないですね、こんな階段段数いらないと思うんですけど、30センチしか段さないから、えー、まあ、それは、ね、修正するとして、4段下がって、でここで、えー、っと開ける、でも140センチのところ下がって、こうやるっていう感じなので、 これ収納量としては非常に多いんだけれども、めんどくささは非常にめんどくさいかな。うちとは全然違うめんどくささがあるかなという感じです。なので、まあ本当であれば、ここに収納があれば、それで済んじゃうんじゃないかなという気もしないでもないです。ここに収納があります。まあどんだけコストコで買ってくるかによるんですけど、ここに収納があって、ここから取っていきます。というだけで、 まあ、いいんじゃないかなというところもある <laughs>。まあね、どまあ、ただ、どんだけストックしたいかによるんですけど、はい、えー、例えば、水とか、えー、ビールとか、まあ、そういうもので一時的に置くというだけであれば、まあ、ここだけでいいんじゃないかなという感じがするところは正直あります。はい。で、普通に持ってきて、えー、まあ、ここに入れる感じですね。 うん、でどっちにしてもその段差はあるからあ、まあ、この搬入という意味では確かにここ,ここフラットっていうのは楽だと思うけれどもそこからその持っていくっていうことを考えた時にビールとか持っていくのもかがんだ状態でここまで来なきゃいけないだからなるべくここまで近くに持っていく必要があるわけですよねここのところまで。ということを考えた時に、まあ、じゃあとりあえずこう持ってきてここに入れるっていうところまで頑張れば。 あの別にそのままフラットできるし、例えば、こ,ここはこの辺に収納でもいいですね、この辺に収納。っていう感じだと、こっから取るということもできるので、だから、取るときに普通の姿勢で取れるっていうのは非常にまあまあ楽ではあるかなっていうふうには思います。っていうところかな。だから、やっぱりそのこうですね、のここのところが。 1400っていうのはちょっとネックになってくるんじゃないかなと思うのとあとここの段差があるっていうのもさらにどうかなっていうところではありますはいでこの3 0ンチの段差があるから3 0ンチの段差ってことで考えるとえっとまあ今だとこれ三、4段なんですけどまあ2段でいいよねって話ですよねえっとまあこことここがあれば いいらないですよねってことになりますここで1 5センチずつなんで。はい、だけど 20cm になるんだったらもうこ,これすらいらないってことなので1段で済むから、まあ、その方が楽かなというふうには思いますね。1段で下がるという感じです。はい、なんでまあ多分これにするとま,あ、まあ、まだ楽にはなるのでそっちの方がいいんじゃないかなとは思います。はい であとは、さっき言ったような感じで、うーん、ちょっと今話してて思ったっぱここにやるっていうのは、一つアイデアとしてはありかなと思いました。えっと、どういうことかというと、ここが開口部が開いてます。開いてます。で、ここ20センチの段差はそのままあります。で、これはそのまま入れるような形しているということで、まあ、ストックとして入れたいものとしては、まあ、収納庫としてはね、使えるので、 そんなに使わないものとかなんとかっていうのを置いとくってことができると。で、ここに関しては、例えばよく使うものですね、水だとか、なんかそういうものを置くというふうにしてあげると。で、ここに置くと。で、置いたときに、こんなふうになるわけですよね。ここが1400。 で、これが20センチ上がってて、で、ここが1200っていうような開口で、で、ここのところがまあ空いてるんですけど、で、ここ,こを例えばビールの、ビール飲まれるかわかんないですけど、ビールとかの段ボールとかが置いてあって、で、こういうところに、まあ、なんかビ、ビールのね、があるんですよね。はい。で、えっ、ー、と、1200のところに上からこう取るみたいな感じでね。あの、搬入するときはここからガラガラって置くんだけれども、あの、受け、 取っていくときは、こっから取っていくみたいな感じにするっていうのもできなくはないかなと思いました。はい。わかりますかねなんかこ、こう、こんな感じの段ボールがあって、で、ここをちょっと下がってるんですけど、で、ここのところ、蓋を取ってあげて、この中に、まあ、こう、ビールとかが入ってるよと。という感じのやり方ですね。であれば、なんか、まあ、ペットボトルとかっていうのも、まあ、隣にあって、 ペットボトルとかもまあこう入ってるみたいな感じ。はい、というのは一つありかもしれないかなと。となると、ここの先生は90、まあ、ちょっとここが、ね、R になっているので、これちょっとずらさなければいけないんですけど、こういうところで、まあ、あのそのまま取っていけるみたいなことができるから、まあ、そういうこともまあ可能かなというところですかね。うん 見えちゃうんで、そこはどうかなっていうところ、見えるっていうのはあるから、じゃあ引き戸つけなきゃいけないかなって話になってくるから、まあ、ちょっといろいろとどうというのはありますが、こういうふうにね、引き戸、アウトセットの引き戸とかで引いてあげるってことも、まあ、できるいますよね。なので、まあ、ちょっとそれっていうのも一つのアイデアとしてはあるかなというふうに思います。はい。という感じですかね、ここに関しては。はい。 なんで、まあと、とにかくもう下、下りてきてすぐなんか取れるみたいな感じのものがあると、そんなに大変じゃないよねって、葛藤になってきます。で、いっぺんに持っていくんじゃなくて、ちょこっとずつ持っていくって形にしてあげればいいということで、あの、ぐらいかな、まあそういうのがあって、まあ上,上に持っていくっていうのは結構大変だって話がね、1階と2階リビングの差で、2階リビングしたときには、そこがデメリットとしてはあるっていうことなんですけど、 まあそれはそういうふうに2階に行くついでに持っていけばいいってことで多分解決はできるかなというふうに思います。あとはその搬入ですよね。搬入。えっと2階リビングについてちょっと,と,と,と話していくと、搬入ってことで言うと、うちの場合は、あのー、ここの階段がストレート階段なんで、問題はなかったかな。うん。で、えー、っと、冷蔵庫もそんなに大きい冷蔵庫を 6 0センチぐらいの冷蔵庫なので,でここで入っていくこともできるし、まあ、ソファーとかもあるんですけどソファーとかもばらしてあげればここのところの幅でだい、えっと 75cm ぐらいはあるのかな 1m ーーだから、まあ、7 0ンチか8 0センチぐらいあるのかななのでそれであれば大体入るという形になってくるんですね。うん ソファー、ダイニングテーブルはまず大丈夫なんですけど、ソファーとか、ダイニングテーブルは壊すことができるからいいんですけど、ソファーがちょっとどうかっていうのもあるんですけど、でも最近買った、私が最近ソファー買ったんですけど、それも、えっ、ー、と、短い辺で60センチだったんで、まあまあ、ほぼ大丈夫かなっていうふうに思います。はい。だからそれ買うときに気をつけてあげればいいっていうだけですね。うん。で、無理だった場合には、まあ、バルコニーから、 え、できるので、これがあるっていうのは非常にいいと思います。はい。あと、アップライトピアノに関してもおそらくこっちからかな。というふうには思いますが、ちょっとこっちからいけるかどうかはわかんない。い、まあ、けるのかなちょっとわかんないですけどね。ちょっとその辺は聞いてもらわなきゃいけないんですけど、まあ、最悪バルコニーかなかなっていうふうに思います。はい。ただ、まあ、バルコニーがあるっていうのは非常に大きいですね。これがないとちょっとすごい大変なので、はい。まあ、バルコニーがあって、そこに、 はい、あのアップライトペアの置けるってことになっているので、まあ、それはでも置いてしまえば、ね、それで済む話ですから、いいと思いますね、うんで。階段も割と緩やかだし、上が空いているので、だからまあ入れやすいと思いますから、まあ、これはは問題ないとは思いと思ます、はい、引っ越しの時は、ちょっとそういうことを意識しなければいけなかったりだとか、もしアップライトペアの国家で入れるとなると、余計費用がかかるっていうところはあるんですけれども。 まあそれは費用として見ておけばいいと思うので、それぐらいかなというふうに思います。ちなみになんですけど私、私は部屋着に着替えないんですけど、私の妻は部屋着に着替えるんですね。その時のルートとしては、こう入ってきて、ここまで来て、この辺に荷物、例えば何かスーパーで買ってきたとか食材とかあるいはとりあえずここに置いて <laughs>、階段とかに置いて、それからこう入ってきて、ここで着替えて、 で、それからこう荷物を持って上に上がっていくみたいな流れになってますね。だから日焼けに着替えるっていうことのルートが割と2階リビングの方がしやすいかなっていうのがあります。はい。1階にまあ、ウォークインクローゼット、まあ寝室があるから、そこに洋服が置いてあるっていうこともあって、そこでまあ着替えですぐ上がれるっていう感じになっています。 いますので、まあ、それは楽なんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、この間取りの場合だとファミリークロックがあるから、まあ、そこまで上がって着替えるって話なんですけど、まあ、正直、ここで着替えるんでも全然いけるんちゃいけるかなというふうには思います。はい。ただ、まあ、一括管理ってことで、ここでね、管理するってことであれば、これでいいと思うんですけどね。はい。というような感じです。はい。で、 えーっとですね。まあ、こう上がってきますね。ごめんなさい <laughs>。いろいろ話しちゃったんですけど、上がってきて、は手洗って上がってきて、で、こう、まあ、行くと。うん。で、この階段に関しては、180、えっと、毛上げが185とかだったかな。なので、割とゆったりめなので、これはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。非常に、えっと、えっと、登りやすい階段になってくると思いますね。はい。で、こういうふうに上がってって、 こう来て、こう来て、ここに入るたんですね。ここに入って、で、ファミリークロークがあるということになります。で、ちょっとここはどうなってるかがよくわかんないんですけれども、どうなんですかね。えっと、この辺にハンガーパイプがあったりするのかな。こういうところに。はい。なんですけど、まあ、現状5400の 長さがあるってことなんですが、まあ、1階のね、このクローゼットの長さが、まあ、これ2.6メートルあるわけですね、うちのりで。うん、それでも半分ぐらい取れちゃってて、で、各部屋に関しても、ここが、まあ、1.7。ここが1.2ということなので、まあ、それでほぼほぼいけちゃってるという感じですね、2.9の、 2.6なので、まあ、これ5.4ということになってくるから、まあ、5.5かな、うん、5.5か、5.5メートルなので、まあ、収納量としてはこれでいけちゃってるという感じですよね。で、それプラスファミリークロークっていう形なので、まあ、本当に普段着というか、着るものだけってことですから、多分そんなには、まあ、全体的にこう、全体を使うということではないのかなというふうに思います。 とという感じになるよとあとは多分それ以外のものを置くということになってくると思うんですが多分布団が必要ですね布団をえっ、ー、とお客様用の布団とかっていうのがまあ下ここでもいいんですけど多分ここのところに5人分ということであればこんな感じで5人分の布団が必要になってくるのかなと いいうふうふに思います、はい、でここで着替えて、で多分荷物とか,、まあ荷物をあれかな、荷物を置いてからかもしれないですね、えーと。上がってきて、上がってきて、こう来て、荷物をとりあえず置いてから、 まあこう降りてきてここで着替えるっていうふうにするのか、まあ、私の妻のようにあんまりこう動線は使いたくないってことであればこの辺に置いといてでとりあえず着替えてそれから上に上がっていくという感じになるのかもしれないですね。はい、でその間どうするか、えー、お子さん4歳のお姉ちゃんの方はまあ勝手に遊んどいてもらえばいいんだけど0歳のあるいは1歳の娘さん ですね。に関しては、この辺に行ってもらう、遊んでもらうしかないですよね。この辺にね、行ってもらうってことになるのかなというふうに思います。はい。ですね。うん。あ、で当然、まあ、今、お子さん小さいので、ここのところにはベビーゲートが欲しいのかなということになりますね。はい。なんで、ベビーゲートを開いて、入ってくると。 いう感じですね、先ほどの写真でもありましたねベビーゲートねこんな感じこの方もちょうど新築した時に、えー、妊娠してたか出産ぐらいの感じだったと思います、はい、なのでしっかりベビーゲートが設置できるようにしてたんですけどここに関しても同じようにここでつけるということになるのかなというふうに思います でまあ、ベビーゲートっていう意味ではここにも欲しいかもしれないですね。はい、えー。勝手に登っていかれてしまうと困るので、おそらくこことここには欲しくはなってくるかなというふうに思います。はい、はい。では。 えと買ってきたものですね。ここまで来て、まあ、部屋着に着替えたりとかしたので、えー、買ってきたものを収納していきたいというふうに思います。はいでえっとまあ、ご主人はもしかしたらもうお子さんと遊んでいるのかもしれないですね、この辺に、ねこう。ちょっと分かんないですけど、こうこうお子さんとかと遊んでたりとかしてて <laughs>、その間に奥様が買ってきたものを収納していくということになると思うんですけれども、えー、食材に関しては、えー、この辺にしまうということですかね、こういうところに。 え冷蔵庫とカップボードがあるのでそこにしまっていくということになるんですがえまあちょっとこれ後で話すけど若干少ないかなという気はいたしましたはいえーとなんでまあここのところを私はおそらくまあ収納にしていかないとえ厳しいんじゃないかなというふうに思うんですねなのでまあバッグとか置くっていうふうになってたと思うんですけど一時的な一時置き場的な感じで、えーと うですね、ああ幼稚園のバッグ類とか置くとか一時的なことだったんですけど、えっと、食材置き場としてここのところは結構重要かなというふうに思っておりますで下にもちろん、ね、あの収納庫が非常にたくさんあるんですけどこっちは本当にストックというか、えー、あんまり当てにできない当てにできないというかもうと,とにかくストックしとくっておくというようなものでしかないので頻繁にここから持っていくっていうようなことで想定しない方がいいと思います なので、ここではなくて2階で完結させるということを考えた場合に4人家族ということもあるし、まあ、結構今の収納量というのも結構多いですよね写真を見ていた限りでは物としては割と多かったし今後増えていくことを考えるとあのここは欲しいんじゃないかなというふうに思います。はい。 なので、ここは多分、えっと、えっと、えっとえっとえっと、あのー、ドアがついて、扉がついてる、扉がついてる収納をつけてあげた方がいいんじゃないかな、という感じです。えー、の方が、まあ、うん、楽、楽かな。だから、えー、保育園、保育園じゃなくて、幼稚園とかのなんとかっていうのは、ちょっと別のところに持って行った方がいいんじゃないかな、というふうに思います。はい。ちょっと、まあ、キッチン、また後で話したいと思うんですけど、そんな感じですね。はい。であとですね、トイレの、 トイレットペーパーとか、あるいは生理用品とか、あと、えっとあの、トイレの洗剤だとか、ウェットティッシュだとか、そういうものをどこに置くかってことなんですけど、これはまあトイレがあるので、ここですかね。で、ここに応カウンターがあるので、まあ、このカウンターの下とかに置くような感じなのが、ちょっとこれがどうなってるかよくわかんないんですが、これってどんな感じなんだろう、こういうふうになってて、 こんな風にカウンターがあって、まあ、ここに多分紙巻き機がつくよってことなんですかね。で、こういう風に。こんな感じのイメージなのかな。でってくると、まあ、まあ、全く収納としては何もないような感じになってくるので、こうですね。はい。ですから、まあ、なんか、ここの辺に扉とかつけて、つけることができれば、 ここに収納というふうにできます。はい。すると結構楽だとは思うんですけれども、ちょっと何もないように見えるので、ちょっと収納を考えてあげる必要はあるかなというふうに思います。で、ここに、えっ、ー、と、この絵がおかしいですねこうこう。こうですね。はい。ここに窓もあったりしますよね。うん。 0806なんでまあもうちょっと上かこのプラマイゼロっていうのはあー2メートルってことなのかなでこれが6 0ンチ みたいな感じなんで、まあ、この辺に収納をつけるっていうのもあるんですけど、ちょっとこれ窓があるからつけられないですよね。それとやっぱここが楽なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからここにやってあげるっていうのは必要なのかなというふうに思います。はい。で、トイレはここと、あと下、ここですね。ここはなんか収納ありますよね、これがね。これはいいんじゃないかなと思います。これトイレ収納ですね。 なんか1階のトイレについて何か質問ありましたよねえっ、ー、と、どれだっけ ?1 階のトイレの大きさを子供 A を小さくして少し横幅を大きくした方がいいでしょうかはい、これはうん。 あ、上もあるんですね。ごめんなさい。これ、収納上もあるんですね。ここもあって、ここもある感じなんですね。はい。うーん。どうしたいかですよね。どうしたいかというか、うーん。大きくするのは、どういう理由で大きくしたいですかねっていうところかなと思います。バリアフリーを考えてなのか、 まあ、要は単純に座って用を足すだけだったら別にこれで十分だと思うんですよ。十分だ思うというか十分なんですよね、うん。で、その将来的なことを考えてということの場合にそもそもまあここでトイレっていう時にどうなんだろう。うん、1階でトイレ行くっていうのはまあできるから、まあ、そこだけ考えたらまあ広い方がいいよねって話にはなるとは思うんですけど。 こからこうね入っていくということであればうんただまあその時にそのうーんここどうなんだろうなえっとバリアフリー的に考えるとあの今の大きくした方がいいですかっていうのがバリアフリーっていうことで考えているのであれば 例えば、その子供部屋があったとしたら、子供部屋を、あの、まあ、バリアフリーが必要になったってことですよね。あの、まあ、介護が必要になったとか、そういうような意味合いでいった場合には、ここに寝てもらって、ここから入るみたいな感じにしてあげる。ここを穴を開けてっていう風に改造してあげるのが、まあ一番いいんじゃないかなと思いますね。すぐ、すぐ使えるから。うん。という風になってくるので、なんか、うん、ど,どういうような意味合いで、 広くした方がいいかというところがちょっと分からないかなというふうに思います。はい、ここに関しては。うん、で、まあ、私のイメージというかねあの、あれとしては、例えばなんか介護が必要になりましたという場合に、1回でずっと寝てるというのはやっぱりちょっと寂しいかなというふうには思うんですね。で、うちの場合だと2階で、えー、完結するようにはしていると。 2階でまあ和室があって、ここで寝れるようにできているんですね。で、ここからまあお風呂に入ったりだとか、まあ、ちょっとトイレは狭いんですけれどトイレに行ったりとかっていうことができるようになっている。この部分ですね、2階で生活が完結するようになっているということになります。なので、介護が必要になった場合はそういうふうにするとでここに関しては、えっと えと、エレベーターっていうか、昇降機か。昇降機が付けられるようになってるので、まあ、それをつけるっていうのは最悪、えかな。つけるっていう形にはできるかなと思います。まあ、ちょっとこの辺とか、この辺とかが、多分、ここに壁が欲しくなってるここはちょっと変えなきゃいけないかもしれない。ここ壁を追加するとかみたいな感じのことは必要になるかと思うんですけど、ストレート階段なので、割とそれをやりやすいかなと思うんですね。 下に下げることができるんだけど下がって例えばそのデイサービスを使うというような場合ですね、お風呂に入るのが、まあ、ここで入るというのは、例えば私が車椅子とか寝たきりになったりとか、なんかそういう時に、妻だけの会場でこのお風呂に入るっていうのは厳しいということになると思うんですね、そういう場合だと、じゃあ、週に何回かデイサービスを使ってっていう話になると。 でその時に下に降りるというのを、まあ、解除してくれるというのもあるんですけれども、えーまあ、それを自力でやるとなると、昇降機を使って降りるということになってくるので、えー、その昇降機を設置するためには、おそらくここに壁が欲しくなってくるから、この引き戸の半分は、まあ、潰してしまって、壁をつけてあげて、こうう昇降機をつけてこう降りるみたいな感じに、えー、すると。 多分この辺で止まっちゃうのでね、ここで一段は多分やらなきゃいけないのかなとかってあるんですけど、まあそういうような感じにしていくということになりますね。うん。で、なんとか降りれるということであれば、まあそれでもいいと思うし、まあちょっとその辺の様子に寄ってくると思うんですけど、っていう感じで、まあワークフローで過ごせるっていうことを考えているんですけど、 でこの前だとワンフロアでは過ごせないわけですよね。だからここに下がらなきゃいけないって感じになってくるので、まあ、ここのところを寝室にするのであれば、ここから上がってくることなんだけど、でもトイレに行くのもつらいって話になってくると、まあ、ちょっとここを寝室にするのは現実的ではないとなってきて、でまあ、こ,こ,ここからだけど、まあ、寝たきりになったら、じゃあここでずっといるのかって話になってくるので、まあ、ここでずっと寝たきりでっていうのはなかなかうんど,うどうなのかなという感じにはなってきますよね。 って考えたときに、まあ、それが、まあ、ここね、フラットでいける、まあ、フラットでいけるし、まあ、広いっていうのは確かにいいかもしれないけど、その、根本的な話ではなくないのかなっていうふうにはちょっと思うところではあります。はい。まあ、広くするのはいいと思いますよ。広くするのはいいと思うし、子供部屋に関しては別に、えっ、ー、と、まあ、ベッドと机が置ければ、まあ、それで問題ないとは思うので、えー、いいとは思うんですけれども、はい。えっ、ー、と、 どういう視点で広くしたいかというところによって、ちょっと回答が変わってくるかなという感じです。で、それとは別に、これ、まあ、広くするのもそうなんですけど、ここのね、えーと、防音はした方がいいと思います。やってみると思うんですが、ここですね。まあ、グラスウール重点かな。あと、プラストアボード2枚張り。 というのがまあ割と一般的なんですけど、そういうのをしてあげた方が、まあ、寝てる時にトイレを使ってるとかいうので、音がね、えー、するというのもあるので、まあ、それはやってあげた方がいいかなというふうには思います。はい。はい、で、あとですね、ちょっとこの質問で、子供への動線が少し窮屈。 うーん窮屈っていうのがちょっと分かんなかったんですけど、まあ、要はこれがあるからですかね、ドアが開くからってことですかね、うん。ということなのかな、その窮屈っていうのがちょっとよく分かんないです。えっと、この幅、廊下の幅としては、これが多分80センチは、まあ、78センチから、まあ、取れると思うので、長さとしては別に変わらないかなというふうに思います。はい まあ、だから、まあ、即に問題はないんじゃないかなと思いますけど、まあ、この、えっと、ドアに関しては、まあ、これ、干渉するか、干渉というか、例えば出てくるときにドアがバッて開くっていう可能性はあるので、まあ、折れ度にしてあげるのがいいんじゃないかなと。あ,あ、こうじゃないか。折れドうん。 にはててあげてもいいいかなと思いますね、まあ、俺とのデザインが嫌いって方もいらっしゃるんですけども、ただまあそんな見えるところじゃないので、えっとここは、ここのトイレは家族しか使わないってところだから、まあ、俺とにしてあげれば特に問題はないかなというふうに思います。はい、どっちかというとこっちの子供部屋の動線の方がどうかなところはあるんですけど、えっと、この B ですよね。今言ってるのは A ですもんね。はい えー、ちょっとごめんなさい、今、あのえええっと、買い物動線の話をしていて、またちょっとこう話が飛んじゃったんですけど、まあ、ちょっとえ、えっと、話としては途中まで話しちゃったので話すと、まあ、ここは別に問題ないと思うんですよ、こうね、普通に入ってくるっていうだけなので、全く何も問題はないと思います。ここですね まあトイレが近いというところだけなので、ちょっとオレンジしてあげればいいかなと思うんですけど、で、ここの子供部屋っていうのが、ちょっとどうかなと思ったのが、まあ、要はすごい独立性が高いんですね、ここのだけ。うん。なんで、 あのーまあ、こっちとかだと割と親の方から様子が分かるというか、そういうのがまあ察知しやすいかなというのはあります。逆に音とかの問題もあったりするから、ちょっとそれもあるね、音というか、出身室の音がまあこのドアとドアが近いので、音が聞こえやすいというのはあるし、まあ、それは言って言うとここもそうなんですけど、というのもあるというのもちょっと問題としてあるんですが、まあ、ただ、子供部屋。 の雰囲気は分かりやすいでこっちに関してはなんかもうすぐ出れちゃうすぐ出れちゃうとかすぐ帰ってこれちゃう感じなのでなんかその、まあ、近,い近いというか様子が分かりにくいっていうところがあるかなこの子供室 B に関してはちょっとそこがどうかなっていうのはあります。はいえっと まあ、要は、例えば、帰ってきてすぐここに入ってきちゃうみたいな感じだと、いつかここで寝てたとしたら、いつ帰ってきたかわかんないし、こっそり出かけていくことも、まあ、できるよねっていうことですね。まあ、娘さんは2人なんで、そんなことはね、ないとは思うんですけれども、まあ、なんか、こっち通らずに、そのまま出かけていくってこともできなくはないかなというような感じなので、そういう意味では、独立性が高いっていうことになってきます。本来であれば、こっちに主寝室があった方が、 いいいいっちゃですね、うん、だけどまあここの形があって多分、うん、まあここに子供部屋でもいいとは思うんですけれども多分この、えー、六角形というかこの部分ですねこの部分のところに多分初心室を置きたいということがあるんじゃないかなとは思うんですね。 まあお子供やはここを子供屋にすることができちゃうと思うんですけど、まあ多分それがあるので、まあ、ここを変えるっていうのは多分難しいのかなというふうに思うと、まあ、いた方ないかなというところなんですけど、ちょっとその中、独立性の高さがちょっと気になるかなというところではあります。ちなみに私に聞いたと、まあ、子供屋はここなんですけど、はい。えっ、ー、とね、もともとはこう、大きい空間になってて、最近区切ったんですね。ここ、廊下があって、 こう入ってくるここの引き戸はもう、えっとえっと、開けっぱなしになっている感じなんですけど、でまあ、入ってきたらこの前を通ってなので、一応寝室の前を通っていく形なんですね。だから割と分かりやすいという感じにはなっています。だから出ていったら分かるしっていう感じですね。まああのえっと、ドアが開く音とかが分かるので、まあ、出ていくのはどっちにしてもこっちでもね。 分かるっちゃ分かるんですけど、まあ、こうなんかすぐ出やすいとかっていうのが、ちょっとまあそこが気になるところ、あるいはそのすぐ帰ってきやすいみたいなところですね。この辺がちょっと気になるところではあるかなと。で、ここのスペースが結構あったりするので、まあちょっと様子が分かりにくいかなっていうところが、うんどう、どうなのかなっていうところ、というところですかね。はい。だこっちの方がちょっとどうかな。こっちは全然問題ないんじゃないかなというふうに思います。 はい。ごめんなさい。ちょっとさっきの CG パースですね。えっ、ー、と、この部分の CG パース作ってたの忘れてました。ここのとこですね。ここのとこが <laughs>。一応こんな感じですね。はい。えー、ここ、コーヒーカップ、これ実はもうちょっと大きい、多大きいと思うんですけど、こう大きくあって、まあ、ともこのカウンターはもうちょっと下がってるみたいな感じですね。まあ、ここの高さで、まあ、80センチ取ってあげる感じで合わせてあげればいいのかなとは思うんですが、はい。まあ、もっと下がっていくるんですね。はい。 で、えっと、ここが、デシカントですね。デシカーが入ってくる、まあ、オレ道ドがあって、えー、こっちが子供部屋、こっちが出身室、こっちも子供部屋という感じになってて、ここで上がるって感じですね。はい。なので、まあ、なんか結構その開口部が多い感じのイメージには見えてしまうかなというところがあります。えー、ここが開いてた開い,いてるアイツみたいな感じですね。だから、デザイン的なところで言うと、 うーんとこれはもしかしたら逆にした方がデザインは綺麗かなというのはあるかな。要はこの空調クローゼットをこっちに持ってってでこれらをこっちに持っていく方がなんかこの廊下がこ,うこっち入ってみたいな感じよりはまあこのライナーがあるんだったらこっち側に行く方がまあデザイン的には綺麗かもしれないですね。 ちょっと分かりにくいんですけど、まあ、ここのところにデシカが入って、で、この先にまあトイレがあり、子供部屋がありみたいな感じですかね。みたいな感じかな。まあ、この廊下としては、こういういうな廊下があるよという風に。 見えてくるのでまあ、こっちの方が、まあ、なんかこの3つこう、なんか開口部っていうか、入り口があるような感じに見えてくるとは思うんですよね。この、まあ、この見るとね、ここと、ここと、ここみたいな感じになってくるので、まあ、ちょっとごちゃごちゃした感じには見えるかな。まあ、動線としてどうとか、まあ、動線、まあ、それをそのことでしたかね、あの、感じとして思ったのはそのことなのかもしれないけど、まあ、ここから入っていくっていうような、 同線にした方が、うん、すっきりはするかなというふうには思いました。それはちょっとあるかもしれないですね。はい。ただまあ窓がつけられないかな、窓がどうというのはありますね。窓がまあ上が揃ってここが揃っているので、ここのところは窓がないから、えー、っとそれがありますね。 窓をつけられないっていうところはあります下だけ窓をつけてって形になっちゃうので、まあその窓をつけたいんだったら、まあこっちなのかなという感じですかね。こっちであれば別に見えるとこではないから、あの別に10なと置につけられると思うんですけど、こっち側につけるとなると窓が必要になってくるので、まあそこがどうよってところはあるんじゃないかなと思います。まあこういう感じの窓だし、まあトイレにしては大きいですよね。うん ここだけだといいんですけど、これがずれちゃうのはなので、まあ、そう考えると、ちょっとごめんなさい、選択肢としてはな,な,いなさそうですね、これはね。こっちに持ってくるっていうのはなさそうなので、やっぱ外観重視ということであれば、まあ、これはちょっとしょうがないかなと、まあ、こ,うこう入っていくのはあるっていうのは、ちょっと見栄え的にどうかなと思ったんですけれども、外観を重視するのであれば、ここ、あ,あと、えっと、トイレに、えっと、窓をつけたいのであれば、ここはちょっとないかもしれないですね。 という感じになります、はいでえー、とトイレはそんな感じで収納できたのであとは洗面,、えー、と洗面というか、えー、と柔軟剤とか洗剤とかをどこに置くかということになってくるんですけど、まあ、この脱衣所ということになると思います、はい、こちらですね脱衣所になってくるんですけどでここのところこれが、えー、とこれということですかね カップボード、もこれを持っていく感じですかね。うん、これなのかな、うん、で、えっとですね、まあ、これちょっとどういうふうな、すいません、えー、っと、機能を持たせたいかによってくるとは思うんですが、あ、まあ、その前でごめんなさい、えー、っと、洗剤の話しますね。はい、洗剤どこ置くかって話があって、 洗剤、まあ、ここの収納があるんであれば、ここでもいいのかな。こっちとこっち、どっちもですかね。こちらもありますよね。はい。だから、まあ、ここであれば、例えばこういうところに洗剤とかを置いとくみたいな感じ、柔軟剤とか、まあ、そういうのを置いとくっていう感じで、まあ、いいっちゃいいのかなと。まあ、こういうところにも置けるからね。えー、それはいいと思うんですけど、いや収納としてはね、これで置けるからいいと思うんですけれども、 ただなんかここで畳んだりとかされませんかねその洋服を畳む。畳んだりとかって。うん、なんか畳んだりするのであれば、その、このカップボードをそのまま持っていくっていうよりは、なんか、カウンターとか、 を買ってあげてまあ高さがこれ8 5ンチぐらいかな買ってあげてでなんか引き出し収納とかが普通にあるような感じの引き出し収納とかをニトリとか無印とかで買ってあげてこの中に入れてあげる で、ここでアイ,ア,イロンかアイロンとかつく、アイロン使うようなものがあるかどうか分かんないですけど、アイロン使ったりだとか、畳んだりとかっていう風なのをしてあげるっていう方が、まあ、使わないといいんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね。要は、これ、まあ、持っていくのはもちろんいいと思うし、その、いろいろ収納はできるからいいと思うんですけど、まあ、収納だけをするんであれば、もちろんいいと思うんですよ。収納だけということなら。 でも結構この脱衣所が広いじゃないですか。だから、そういうなんか、なんだろう。ここで、ここでその畳んだりとかっていうことが、まあできるっちゃできるわけですよね。なので、うんどう、どうなんだろう。単純に収納だけで考えるのかっていうのと、まあ収納というのも、どういうものが必要かというと、まあ、 えと洗剤だとかお風呂の洗剤も必要だし、まあ、この洋服の、ね、洗剤とかも必要だしってことになりますけどそういう洗剤系とかっていうのとあとまあタオルとか、えー、下着とか、えー、そういうのが必要になってきますよね。それをしまうのに果たしてこれが最適なのかっていうところは考えた方がいいかもしれないですね。 うーんなんかまあ確かにもったいないっていうのはあるかもしれないけどどうせ多分使いにくくなってくるのでどっかで捨てなきゃいけないと思うんですよで捨てるタイミングってやっぱ引っ越しのタイミングっていうのは今ね新居に引っ越す時のタイミングっていうのは一番やりやすいと思うから私はなんかこれを生かすってことを必要なのかなっていうふうにはちょっと思いましたよほど思い入れがあるのかもしれないけれども、えー これをそのカップボードとしてあのキーティーに持っていくならいいんですよ。キーティーに持っていくんだったら別に何の問題、まあ見、見た目の問題あるかもしれないけど、キーティーに持っていくんだったらまだいいと思うんですけれども、ここに持っていった時に使いやすいのかっていうところですね。はい、それは本当に使いやすいのってところはちょっと考えた方がいいともったいないからっていう理由ではなくて、本当に使いやすいのはい。 というのはちょっと考えた方がいいかなと思います、えー。あるから持っていくだと、そのためにこのスペースを使ってるわけなので、このスペースを作るだけでもお金が結構かかってるわけですよね。そう考えると、すごく使いやすくしてあげた方が、まあ当然いいってことになってくると思うので、まあそれがどう,どうなのっていうところですかね。はい。うん、で、その収納として何が必要かっていうところだと思うんですけど、えっと、まあ洗剤とか、 洗剤とかタオルとかっていうことになってくると思うので、まあ、それもな何を入れたいかとてところをちょっと考えた方がいいかなというふうふに思いますで。洗剤とかであれば、まあ、もちろんこの辺に置く、まあ、この持ってきてねこのまま置くって形でもいいと思うんですけど、まあ、あれどうだろうな、2つあるので、例えばこっち側に付いくとかでもまあいいのかもしれないですけどね。うんはいまあ、これとかも別になんだろう。 造作で作ってくれもらうとかではなくてテー,テーブルとかを、ね、買ってきて引き出し収納があってみたいな感じでもいいのかなと思うんですが、はいなんでまあ、あとこ,、まあ、ここで何もしないんだったらいいですよねここでは別にアイロンもかけないしというなんか畳んだりもしないしという感じだったら、まあ、別にそのまま持ってきてでもいいと思うんですけど、まあ、ちょっと何をしたいかというところをちょっと考えた方がいいかなというふうに思います。 はい、えちなみに私ん家だと、私ん家もぐちゃぐちゃなんですけど、えっと、洗濯機があって、その洗濯機の上に扉がついてるんですね。で、この中にいろいろ収納ができるって感じなので、まあ、ここに、私がまあ洗濯担当なんですけど、ここに立って、こ、まあ、こ,こから洗剤出して、すぐ入れるみたいな感じの動線になってくるので、まあ、結構楽なことは楽ですね。 はい、でこちら側にタオルとか、バスタオルとタオルが置かれている、こ、ま、れ、あ、もぐちゃぐちゃですけどね、はい、置かれているっていう感じになってて、あと洗面化粧台があるので、その引き出しとかに入浴剤だとか、あと洗濯ネットだとか、そういうものが入っているという感じになっています。はい、なんで、た、まあ、多分引き出し収納とかは欲しいとは思うんですよね。うん だからまあただ、引き出し収納はこれないんですよね。い割と細かいものが必要だと思うので、そういう引き出し収納とかっていうのが、まあな、せいで、ね、なんかねうまくやっていけばいいと思うんですけど、それよりはなんかまあ、なんかカ,カウンターがどンとあって、下とかに引き出し収納があってとかの方が楽かなとは思います。例えば、こことかにタオルを置くのって、ちょっと厳しいですよね割と上の方だし。 はい、お子さんとかもちょっと使えないしみたいな感じなので、はい、ちょっと,、まあえー、と冷静にこれを使おう置くということが本当に使いやすいのかというところをちょっと、ね、考えてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、一つの例としてはこうカウンターしてあげて、ここのところに引き出しがあるみたいな形にしてあげるというのが、まあ、一つの例としてはあるかなというふうに思います。はい、あと洗面化粧台はこんな感じですね。はいえー、とまあここがキッチンへの引き、えー入りえー、と引き戸ですよね。 色になってて。で、こっちがトイレということになっております。はい。なんで、まあ、こう、あ色が違いましたね。こういう風な動線になってくるということなので、まあ、これはいいですね。洗面所と。洗面所を介してトイレに行くということか、洗面所を介して脱衣所という流れ自体はね、いいと思うので。 はい、これはよろしいかと思います。